フレンチトースト。フレンチトースト。フレンチトーストは、アメリカ州、ヨーロッパの一部、アジアの一部の国、地域などで、朝食や軽食、デザートとしてよく食べられている、パン料理の一種である。溶いた鶏卵と牛乳などの混合液をパンに染み込ませ、フライパンなどに、バターや、植物油を熱して焼いたもので、パンがしっとりした食感に変わる。 フレンチトーストには様々な作り方があるが基本的なものはパンに鶏卵と牛乳かオレンジジュースそれにナツメグシナモンなどのスパイスを混ぜた調味液を染み込ませてフライパンなどで軽く両面を焼いて作る調味液にバニラエッセンスを加えることもあるパンも食パンだけでなくレーズンを含んだレーズンパンやナッツを含んだパンを使うことがある また、一枚ではなく、二枚を合わせて、間に潰した、バナナなどのフルーツを挟んだり、ジャムや、ピーナッツバターを塗る場合もある。好みで、バター、メープルシロップ、生クリーム、粉砂糖、ガムシロップ、蜂蜜などをかけて食べる。フレンチトーストに類似する料理は、ヨーロッパの様々な国で作られていたことが記録に、残っている。 最古の記録は4世紀終わりから5世紀初めにかけて、編纂されたローマ帝国時代の料理書、アピキウスの中で、アリテルドゥルキアつまり、もう一つの甘い料理とのみ呼ばれるものである。パンを牛乳に浸して作るが、鶏卵の使用については言及されていない。中世ヨーロッパでは、スッペドラーテ、スーピスインドリエ、トステドレ、パンペルデュなどの名で広く知られていた。 15世紀イタリアの料理人、マルティーノ・ダ・コモも調理法を書き残している。この料理がしばしば、スープと呼ばれたのは、パンを液体に浸すからである。フランスやベルギー、コンゴ共和国、カナダのニューファンドランド・ラブラドール州、アメリカのニューオーリンズやアケディアナでは、フレンチトーストはフランス語で、パンペルデュ、すなわち、失われた、パンと呼ばれる。 ミルクや卵に漬けることで硬くなったパンを生き返らせるものであることがその理由である。フランスでは朝食としてではなくデザートとして食べられている。日本でもパンペルデュの名で学校を浴びるようになってきている。一方、ケベック州やアカディアではパンドレと呼ばれる。かつてパンペルデュはフランス語で埋没費用を指す意味でもあった。15世紀に英語で書かれた。 パンペルデューの料理法も存在する。14世紀のドイツでは、アルメ・リッターと呼ばれており、英語の別名プアナイト、スウェーデンのファッティガ・リッタレやフィンランドのクーハとリタリットなども同じ意味である。同じく14世紀には、ギオム・ティレルが、とすてどれのレシピを、著書、レビアンディエに書いている。オーストリアとバイエルン州ではイタリア語のズッパ・パベーゼに、由来するパフェーゼもしくは、 ポフェーゼと呼ばれる。2003年頃にイラク問題をめぐってアメリカとフランスの関係が悪化した際、反復活動の一環として民間の食堂がフレンチポテトをフリーダムフライに解消したことが話題になった。アメリカ合衆国会議会でもこれに追随し、ボブナイ会議員が主導して会員の食堂のメニューにあったフレンチポテトを フリーダムフライに解消したが、これに合わせて、フレンチトーストもフリーダムトーストに解消されたことがある。ありがとうございます。